サルダー選手からビクトリーメッセージいただきましょう。まずはディフェンダーナマチェンジスイー谷口ヒロト。本日は応援ありがとうございました。苦しい展開でしたけど、皆さんの応援のおかげで勝利することができました。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ続いてはご両親の前で見事な逆転ゴール決めてくれました、フォワード7番新井瑞希。応援ありがとうございます。難しい試合でしたが、皆さんと一緒に勝ち切ることができて本当に良かったです。まだ連戦は始まったばかりですが、次の試合も勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。